さあいよいよ後半戦のスタートです。まずは重田さん、はい、このカードどういった印象を持ちでしょうか。そうですね、年齢差対決なんですけど、本当に子供の頃に憧れてた安本くんがその俊太選手と試合をするようになるっていうのはちょっとやっぱり感慨がありますよね。ですよね、はい、安本選手2000年生まれですから、はい、尊敬する選手、憧れてたので写真を撮った。まさか自分が19歳になって試合をすることになると、はい、こういう縁もあるんですね。ありますね。まあ俊太選手にとっては選手冥利に尽きるところもあるんじゃないですか、はい、そうですよね、長くやってるからそういうことが起こるんで。でも試合になったら話は別です。感慨深さはありません。しっかりと今の俊太の強さというものを見せつけるか、それとも19歳若さの安本春人が勢いを見せるかです。いきなりハイキック。まあでも勝地選手やっぱり最近は本当にもう、まあ、ジュニアクラスから本当若いお子さんの頃からですね、キックを始めて、はい、新しい世代というものがどん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 プロの世界に入ってきています。はい、環境もすごくいいんで、そうですね、昔に比べたらだいぶやっぱそのキックボクサーに、まあ、なりやすいとまでは言いませんけども、門は広くなってるというところですね。そうですね、やっぱ YouTube とかで動画でもトップ選手の動きを見れるっていうのもでかいと思います。まあ、カズ選手もね、今ジュニア教えてますもんね。はい、本当にそのジュニア出身の選手ってみんな、まあ、技術が高くて、おお、しかし冷静です。俊太よく見ています。まあ、俊太選手なんかはね、もうそれこそもうまだまだね、はい、もう叩き上げの、そう、叩き上げのね、そのキックボクシングの世界でコツコツとやってきた。おお、憧れの人に対して、おお、はい、これもフルスイング、いやいいですね、すごいな、おお、入った、これは入れれた。さあ俊太が体勢を整える前に安本が襲いかかりますが、もらっている、もらっている。さあ締めるか、前蹴り強い、あーガードができていないか、フレフレが見ている。ガードを固める俊太、まだ時間はたっぷりあります。これちょっとリアクションしないとまずいですね。おお、しのぎ切ったか。いや、もらいましたよね、今ね、結構連続でもらってましたよね。これ勝地選手聞いてはいますよね。それはもちろん、はい、ここから経験を生かすか俊太、はい、でも早い、このやっぱリーチありますしね、安本しなるようなパンチキックを打っていきます。あ、三日月ですね。あ、今のがそうですね、はい、この蹴りの軌道、はい、これ本当子供の頃からやってないとああいう蹴り出ないですよね。はい、ハイと三日月をうまく蹴り分けてます。だって、ああ、蹴りました。これカズ選手、三日月蹴りだって軌道が同じ軌道なんですよ、はい、ハイキックの軌道で三日月蹴ってきて、はい、今度三日月 だと思わせてハイを蹴ってくるんで見分けがつかないんですよ。これやっぱこれだけ経験積んでる俊太選手でも難しい、はい、そうです。でもそれは憧れの人がいたからこそことですよね、はい、そこに向かってっていう、あとそういった最新のテクニックをですね、やっぱ子供の頃から練習できるっていうのも、まあ、安本選手っていうと本当に足技がすごく大会印象的な選手なんですけど、今日は本当に思いっきりのいいパンチも打ってますし、ちょっとまたちょっと進化しましたね。さあこれ切られている俊太だけにですね、パンチも打撃も効かされているだけに、このあと10秒をしのげるかどうかです。いや、思い切りですね。第1ラウンド終了。すごい、まさかまさかまさか19歳なったばっかりですからね、19歳、大学1年生なんですよ、はい、安本選手って、だからあの学業が忙しくて記者会見とか一切来れないっていう、文武両道ですね。そうなんですよ、学業しながらしっかりと、はい、大学もしっかり通って、
いやでもね、俊太選手もですね、今日のこの試合に関しては、まあ、3つのテーマがあって、脱力、はい、そして、まあ、試合を楽しむということと、時には喧嘩っぽくいかなきゃいけないみたいな、はいはい、そんなこと言ってましたもんね。そうなんですよね。なんかそれを出す間もなくそういう感じですね。いや、あのね、俊太選手って僕ずっとテクニシャンタイプの人だっていう印象が強かったんですけど、はい、最近の試合は本当に面白い試合をするんですよね。で、多分それを本人は喧嘩の要素を入れるっていう、多分それが本人にとってもしっくりくるんだと思います。ちょっとだから、でどう挽回するか見てみたいですよね。でも俊太選手ちょっと血が止まらないですね。あ、そうですね。そこが心配ですね。はい、これ同じとこやっぱでもこの蹴りの、いやー、和井選手、この蹴りはすごいですね。足技の軌道がもう自由自在ですね、うん、これはやっぱ蹴られる俊太選手したら相当厄介。相当、はい、もうガードは下ろせないです。ガード下ろしたら必ず上蹴、背蹴ってくるんで。でもそうなるとこのミドルが入るわけですよね、はい、そうなんですよ。どっちかなんですよ、ハイキックを防ぐか、三日月蹴りを防ぐか。でもね、俊太選手も粘りがありますからね、はい、そうですね、ものすごい粘りでですね、相手に、まあ、食らいついていくというか、もうまとわりついていきます。そこのまだ粘りが出る前に安本が倒してしまうか。さあ、この試合はですね、5ラウンドありますので、第1ラウンドのジャッジの結果です、3人のジャッジがすべて安本選手につきました、はい、まあそうなるでしょうね。そうですね、なんかもうふわってけるような、むしろその安本の方が脱力ができてるようなね。あ、そうですね、スーッとハイキックが切れるんですよね、ボディー当たる、ナイスボディボディ打つとき左足を前に変えましたね。その方が体重が乗るんですかね、はい、珍しい、はい、体の使い方がうまいです。独特、少しだから溜め作ったんですよね、ちょっと安本選手が強く打ってたのに、はい、それが瞬間的にできてしまうっていう。まあでもね、もらいながらも俊太選手もそれまたね、まあ、表情変わることはありませんが。そうですね、けどじゃあ俊太がどうこの安本を料理するのかとなってくると、まだその辺りは見えてこないといったところでしょうか。そうですね、あとやっぱ出血気になりますよね、これは。あんまりひどいと止められますからね。そうですね、だこの出血がある分、残りのラウンドをたっぷり使ってっていうのがね。はい、そうですね、そういうゲームプラン、ちょっともう今スクランブルな感じですね、さあここは組み合っています、ブレイクです。あ、レフリーがどこら辺で判断するかな、はい、から、さあ打ち合いに行くか。組み合いでもはい、ストップ、はい、組みつくだけダメだぞ、ファイロー、ミドル、さあ残り時間10秒、打ち込むところにミドル合わせてくる、はい、ハイから、ハイからパンチも来ますね、はい、左のストレートもいいストレートだったし、ここで大丈夫、若さあふれるアグレッシブさのテクニック見入っちゃいますね。こういう世代が本当に、ね、今、ね、出てきてるんですよね。ジュニア出身の非常に高いテクニックを持ってて、やっぱりその時間が経てば経つほどいろんなテクニックや知識が、まあ、共有財産として、共有情報として増えていくわけです、ね、はい、今の子たちはそれをまずもうそれがある状態から始められるんですよ、ね、はい、こんな技は教えてもらったことないですよ。やっぱ本当この世代は YouTube だったり動画をもう世界中のトップ選手のテクニックを見れるっていうのが本当に強みだと思います、はい、そうですよね、真似できるんで動画見て勉強できるっていうのはすごいいいことです。相葉さん、あとね、やっぱもう最近はもう頭もちっちゃくて顔もちっちゃくて手足も長くてみたいなね。そうですね、そこの部分もね、いやもうここからあとここからもあれですね、スタミナとかもいろいろ関係してくるってことですよね、はいはい、体力だから俊太選手も以上見せるところですね、うん、さあ第2ラウンドのジャッジはですね、10対10が1人ですね、で10対9 2人が安本選手についています。おお、さあここでやっぱ俊太選手もそろそろ
何かまくっていかなければいけない部分が出てくるとは思うんですが、俊太選手の意地がありますよ。疲れ知らず、前蹴りも重いですね。体ごと持っていきます。すごい、左も右もブンと振ってきますね。弱点は何なんでしょうかねこの安本選手、はい、あんまり喋りが得意じゃないっていうところが今は全く関係のないところですねシャイなんです。シャイなんです。なんかね、この試合に勝って俊太選手のように僕もユーチューバーになりたいっていうことは言ってるみたいなんですよ。確かにあの俊太さんのおっしゃる通り喋りが苦手なんですよ。そうなんですよ。さあまたやっぱりここですよね。ちょっと深いですね。さあ出血を見て今そこを問題視しています。これで止まるか。はい。こういったいわゆるドクターが止血をして見るわけですね。はい。でもう一回傷口見るわけです。あとがなくなったんでこれ攻めるしかないですね。はい、選手。これがここで。ああでもいいですね。安本選手もなんか楽しそうにこの俊太との戦いを味わっています。さあ俊太、おお勢い余ってロップロープを。ナイスレフェリー。レフリーすごいですね。さあここで千恵さん、やっぱ喧嘩の部分をね、そうですね、見せてほしいですね。はい、でも出てきちゃって、そうですね、出血ちょっと気になりますね。次行ったらもしかすると、おそらく、はい、でまたね、ここを狙ってきますね。うまく、そうですね、えげつない。でもこれこういうの必要なんですよね。そうですよね。テクニックがある選手は組んだ時に頭とか擦りつけてきたりするんですよね。タイ人によくテクニックを使う選手いるんですけど、グローブで擦ったりする選手もいるんですね。もうそれもうやめろって感じでしょうね。僕顎ひげをあると生やしてるタイ人に顎をグリグリ面なんか面玉グリグリいかれたことあります。いやまさにね、戦いの世界ですよ。戦うということがどういうことか。いやもう変幻自在に蹴りをスッスッと出してます。安本選手もダメージはね受けてるんですけどね、はい、そうですよね。あとちょっとスタミナ結構消耗してると思いますね。あ、そうですか。はい、1ラウンドあれだけちょっとラッシュしてるんで、今むしろちょっと少しそこ不安、はい、不安かもしれないですね。カズレ選手やっぱスタミナをロスすると一番どこに影響が出てきますか。ガードも攻撃も全部できなくなっちゃうんで、はい、スタミナが切れるっていうのはもうピンチです。ピンチですか。腕は上がらなくなってくる。あれ、これはちょっともう一度ですね、はい、これもちろんセコンド陣もいわゆるその止血、そうですね、はい、ワセリン塗ったりして止めようとしてるんですけど、ちょっと今ダメージありましたよね、はい、入る足取りとか見てると、はい、さあ第4ラウンドこれからです。まだ2ラウンドあります。まあそのね、安本選手の場合指摘されたようにスタミナというものが、はい、本当どういう状況なのかっていうのがね、俊太選手のプレッシャーが強いんで、相手も安本選手もスタミナ消耗しちゃうんですよね。プレッシャーが強いと。今ちょっとレフリーがドクターと相談しましたね。このままもしかすると再開すTKO ということもありますが、あ、どうやら試合は行うようです、はい、もしかしたら次で止めるかもしれないですね。あ、ここでさあ試合開始です。第4ラウンド、先ほどは、第3ラウンド全て10対9、3人のジャッジが安本についています。これはあ、でも、まあ、まだ打ちますね。そうですね、まだ全然、はい、はい、もう行きます。スッスッって、おっ、俊太も範囲を出していく、あっと、ぐらついた。さあ、今度は首相撲、膝を出していきますが、倒していく。さあ、俊太が前に出る、おー、ミドル。
俊太何を狙 う, うわ左のもうストレートのようなパンチです。速い緩急もうまいですね安本選手。そうですね、俊太選手絶対効いてるとは思うんですけども、ゾンビみたいにどん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 前に行ってプレッシャーかけて、これでどんどん精神も削られてそうですね、はい、あのちょっと手数増えましたよ俊太。さすがやっぱ第4ラウンドとなると安本選手のその打撃も最初のラウンドほどの破壊力が、そうですね、当たることは当たるんですけども、それがスタミナにつながる、はい、そういうのが分かると俊太としてもよしっていう気持ちになりますよね。そうですね、経験があるんで、だからだがあまりもらいすぎてしまうとボディ多分血も邪魔になってきてますしね、はい、今ね、そうですね、視界悪くなってると思います、ね、さあ組合膝を出していく俊太、どうなんだろう、もう一回ぐらいもうチェックするといいと思いますけどね。男見せてますね俊太選手は、どん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 、まだ1分あります、50秒あります。第4ラウンド肘も見せていく俊太、ちょっと安本選手としても ここまでかと思ってるかもしれないですよね、はい、そうですね、あれなんで倒れないんだろうという、はい、前に出る、それでも前に出る俊太、下がる安本、当てますね安本、当てるんですけどもね、ボディ俊太のボディ、残り時間10秒、第4ラウンドも わずか、第4ラウンド終了、強い俊太、俊太選手は全然目が死んでないですね、はい、あら倒す気満々です、すごいですね、これはやっぱすごい戦い方分かってるんですかね、はい、こういう時いろんな経験してるからでしょうね、そうですね、引き出しありますからね、はい、逆にちょっと安本選手はこれやっぱ倒しきりたいんですよね本当は、はい、気持ちあるでしょうね、はい、割とこううまさをよく安本選手は見せてくれるんですけど、こう圧倒的な強さみたいなところがまだちょっと物足りないところがあって、あそれも一つやっぱり安本選手にとっての課題ではあるんですよね。なるほど、まだ、まあ、もちろんまだ19歳なんでこれからなんですけど、その第1ラウンドで見せたような、そうなんです、はい、あの丸倒し切ったら、あ安本選手がまた新しい面を見せてくれたなっていう感じになったんですけど、まあでもまあ、この試合でもやっぱり俊太選手の粘りですよね、そうですね、驚異的な、驚異ですね、はい、ファイナルラウンドになります。さあ4ラウンド以降は、オープンジャッジは行いませんので、でもまあ今のところもう安本選手がポイントでは取っています、そうですね、もうポイントはもう確実に安本選手だと思います、もしここでね、バックスピンキックもこれは空振り、いやでも動きに関してはちょっと俊太選手良くなってきましたし、回復してきましたね、そうですね、てか変わらないですねこの人、はい、むしろちょっとその粘りに安本選手がコン負けそうですねしなければいいんです、精神的にまだかと、はい、こんだけやってるのにと、ちょっとでも嫌気さしてますよね、はい、そう入ってるんですけどね、はい、入ってますね、これカズ選手やっぱり嫌なもんなんでしょうね、めちゃくちゃこんなにプレッシャー感じたことないと思いますよ安本選手は、まあ他のキックボクサーもねよくこれはもうちょっとさすがにですね、深いですよね、ちょっと聞いた、はい、深くはないです、はい、深くはないって言ってますね、体しっかり拭きます、はい、あのあちなみにということはなんか切れ方の問題なんでしょうかね、そうですね、はい、あでもでもあでも開いてるな、ドクターの方は、まあ、今説明の話によると体の血を拭いて、そうですね、まあ、止血をして再開するという感じですね、まあ、ファイナルラウンドですね、そうですね、
なんか俊太選手も全然辛そうな表情してませんね、はい、気持ちがすごい強いですね。すごいですね。やーとかなんかうわーとかいてとかいう、そういうのも見せません。いきますみたいな出てきます、はい、勝つ選手の目をしてます。さあ再開です。あーでもこれは効いた。下がるが下がるが倒れない。あーすごい。そしてと選手がもう一度爆発力を出しましたね。そうですね。ドクターチェックの間にちょっとスタミナ試したのかもしれないですね。回復させて。いやーでもすごいな。すごい。これはこれですごい試合だったと思います。はい、すごい試合でした。いやもうすごい顔してましたね今。またね感動が。すごいですね、こんなに戦う今日1日でもう2つのドラマが。本当ですよね。いやもう粘りと本当アクティブさというか、いやなんかでも和樹選手粘り切るかと思ったんですけどもね。そうですね、はい、俊太選手の人生を見たような、はい、でもグランドで何か最後安本選手が爆発しましたね、はい、ですね。男を見ましたね、はい、あダメだここで勝たなきゃダメなんだっていう、はい、はい、執念です。俊太選手の執念、安本春人選手の執念、まあ、質の違う質は違ってもものすごい高度な、うん、心の強さというものを見せてくれた第7試合でした。勝ったのは安本春人選手です。